あ兄さんおかえりなさいって何ですかそれい,いえ猫なのは見ればわかりますなぜ兄さんは見知らぬ猫を五章大事に抱えて帰宅されたのかと聞いているんです友人が里親を探していたほんと兄さんってばお人よしなんですからせめて同居人である私に許可を取ってからですねい,いえ 別に嫌いではないですけど猫待ってください兄さん話はまだ終わっていません大体いい兄さんはいつもってもうミルクの準備始めちゃった本当に飼うつもりなんですねはぁいいですよ兄さんの好きにしてくださいあれ兄さんどこ行くんですちょっとってあ 戻ってきたそれカメラですよね猫のためにわざわざ持ち出してきたんですかというかデジカメなんてあったんですねこの家わすごい勢いでシャッターを親バカってこんな感じなんでしょうかはあ、兄さん私は先に寝ますよ明日も早いんですから猫もほどほどにしておいてくださいね それでは兄さんおやすみなさいはあ,あれもう起きてたんですか兄さんはいおはようございますってまた猫ですかここ数日暇さえあれば猫とずれてますよねちょっと過保護すぎやしませんかえわ私はいいですよ 兄さんと違って猫に興味ないですし。違います。別に羨ましいわけじゃないです。それより、朝ごはんを食べたんですかもしまだなら私が何か。って、猫に夢中で聞いてないし。兄さんのバカ。ほら兄さん、私は先に行きますよ。猫にばかりかまけて遅刻しないでくださいね。 兄さん、お帰りなさいです。にゃん。ん何ですか、その目。そうです、猫耳です。どうです似合ってるでしょえかわいいありがとうございます。そう、ストレートに言われると、なんだか照れますね。え違いますよ。別に兄さんに見せようと思って買ったわけじゃないです。 今日猫の日だからってお友達に無理やり渡されて、それだけですから。だったら家でつける必要ないそ、そ、それはそうですけど、その、兄さん最近猫ばっかで私と遊んでくれないから。だから私も猫になればいいんじゃないかと思って。それで。わ、兄さん、急に抱きしめないでください。頭わしゃわしゃも禁止です。 匂い嗅ぐのもダメ。離れて、離れてください。はあ、ひどい目に遭いました。兄さんにあんなことされても、お嫁に行けません。確かに今は猫の格好ですけど、私は猫じゃなくて兄さんの妹なんですよ。年頃の兄弟らしい、節度ある距離感をですね。えそれなら猫の方に行くだ、ダメ。 ここのところずっと猫にかまいっぱなしなんですから今日は私にかまってくださいうわわかりました私は今日一日兄さんの飼い猫です妹じゃなくてもいいからたくさん可愛がってほしいですゴロニャンな何か言ってください可愛すぎて言葉が出なかった 本当、兄さんってお上手なんですから。でも、嬉しいです。兄さんに、可愛いって言われるの、好きです。あ、そうだ、兄さんに見てもらいたいものがあって、少し、待っててくれますかお、お待たせしました。これ、なんですけど、はい。 猫の手と尻尾ですあコスプレって言わないでくださいそその猫耳だけじゃ味気ないかなと思って自分で買い足したんですや用意周到で悪かったですね私寂しかったんですよ兄さんが全然構ってくれないからどうすればいいか私なりにすごく悩んだんです 猫ばっかりじゃなくて、私のことも見てくれなきゃ嫌です。さっきはその嫌がる素振りしましたけど、本当はラッコして頭も慣れてほしいです。お兄さん、ぎゅー、くんくん、いい匂いです。うん、なんでなで気持ちいい 優しい手つき好きですあ違いますね好きだにゃん <laughs> 兄さん今ドキッてしましたねそういうとこかわいいです兄さんすりすりもっとなでなでしてあ猫ちゃんが兄さんの足元に <laughs> そうですよね 兄さんが私にばかり構うから、今度はこの子がやきもち焼いちゃったんですね。でもダメ。今日は私が兄さんに甘える番です。猫ちゃんはまた今度。と言いたいところですけど、これは少し大人げないかもですね。いいですよ。兄さんとのイチャイチャも堪能しましたし、そろそろ交代にしましょうか。猫ちゃんにとって、 私はお姉さんになっとるわけですし、少しは譲ってあげないと、ですよね。そう考えると、この子もちょっと可愛く見えてきました。私と同じ兄さんが大好きな妹。そうですね。この子と私と兄さん。これからは三人で仲良く、ですね。あ、でも、私も負けるつもりはないですよ。 兄さんの一番の妹は私なんですから。ちゃんと私のことも大事にしてくださいね。<laughs> 優しい兄さん大好きだにゃ。ずっと一緒に行ってくださいにゃ。